ドリーム戦は、競輪、競艇、オートレースにおいて行われる競争の一種。ドリーム戦は、主に各公営競技の中でもグレードの高いレースにおいて行われることが多い。また、競艇の場合は、一般開催でも実施される。ドリーム戦を行う場合は、通常は開催初日のメインレースに組まれ、当該競争に参加する選手のうちファンの人気が高い。 等の理由で主催者によって選ばれた選手が出場する。特に出場メンバーがファン投票で選ばれるレースの場合はファン投票の上位選手がそのままドリーム戦のメンバーとなるのが一般的である。協定の場合は通常の解説記念等でもドリーム戦メンバーを選ぶファン投票を別途実施することが多い。協定では1開催の中でドリーム戦を2レース組む。 ダブルドリーム戦形式もよく使われる。競輪でもオールスター競輪は実質的なダブルドリーム戦形式である。通常ドリーム戦の出場選手は当該競争に参加する選手の中でも実力上位のメンバーとなるため、準決勝、決勝への勝ち上がり、過程において不利にならないよう、ドリーム戦出場選手には何らかの優遇措置が取られるのが普通。協定やオートの場合、 ドリーム戦については、通常の予選レースと比べて、得点の上乗せが行われるほか、競輪でも2次予選以降のレースの出走枠で優遇されることが多い。ドリーム戦の開催当日はレース前に、ドリーム戦出走選手を対象とした、公開インタビューなどが行われるのが、一般的で、競争全体の盛り上げ役としての機能もある。ありがとうございます。